日本昔話のお話です。おむすびコロリ文岡本一郎絵梶山敏夫。昔あるところにとても働き者のおじいさんがいました。毎日毎日朝早くおばあさんの作ってくれたおむすびを持って村仕事に出かけます。ありがとうおばあさん、えいやさあどっこいせーと畑を耕しているうちに今日もお昼になりました。おじいさんはよっこらしょと切り株に腰を下ろすとお弁当を開きました。ではいただくとするよおばあさん。そう言っておじいさんが食べようとした時です。おむすびが一つコロリンと落ちてコロコロ転がってその先に開いていた穴の中に落ちてしまいました。ああもったいない。おじいさんががっかりしていると、おやおや、穴の中から歌が聞こえてきました。おや、楽しそうじゃのう。おむすびコロリン、コロコロリン。猫の来ない間に、すっとんすっとんすっとんとん。ふふふ、これは面白いぞ。中で祭りでもやってるのかな。おじいさんは嬉しくなって、おむすびをもう一つ穴の中に落としてみました。するとまた可愛らしい歌が聞こえてきました。おむすびコロリンもう一つ、コロリンコロコロまた一つ。あはは、これは愉快愉快。なんだかわしも入りたくなったぞ。思い切っておじいさんも穴の中に飛び込みました。わあ。ゴロゴロおじいさんはどんどん転がって、わお、辺りを見回してびっくり。そこはネズミの国だったのです。おじいさんもコロリンコロコロリン、猫の来ない間にすっとんすっとんすっとんとん。ネズミたちは歌を歌い、へんてこな踊りを踊りつつ、お餅つきの真っ最中。穴の中はわーわーがやがやの大騒ぎです。よくいらっしゃいましたおじいさん。さっきはおいしいおむすびをありがとう。お礼にご馳走いたしましょう。新鮮な魚につきたてのお餅、他にも美味しいものがたくさんあるよ。ネズミたちは口々に言いました。おじいさんは家に帰ると楽しかったネズミの国の話をおばあさんに話して聞かせました。それからこの立派な箱は帰りにお土産にもらったのがね。まあ何が入ってるんでしょうね、おじいさん。そこで箱を開けてみて、二人はびっくり仰天。中にはお金や宝物がいっぱい入っていたのです。それをこっそり覗いていたのが隣の欲張りじいさん。これはうまくやったもんじゃない。あ、よし、わしも食べ物を奪ってくるぜ。はっ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 。欲張りじいさん、おむすびを穴に落とすと、ネズミの国にやってきました。チューチュー、いらっしゃいませ、はじめさん。チューチュー、お礼にごちそうしましょう。チュー。猫の来ない間にすっとんすっとんすっとんとん。ネズミたちの歌を聴きながら、ふわりじいさんは考えました。ごちそうよりも食べ物を下げれ、驚かせて飛び上げてしまえよ。そこで猫の真似をして、にゃおー。するとびっくりしたネズミたちは一匹残らず逃げ出してしまいました。欲張りじいさんは何にももらわずに帰りました。とさ、終わり。